いやー、日産救えないって、厳しいって、配当出ないってですよね。ちょっとね、日産がやばいということで、緊急で動画回しております。えっとね、結論ですね。配当金が、うわー、ちょっと、先ほど日産の決算発表ございました。皆さん、見ましたでしょうか日産っていうのは、高配当株でおなじみでしたね。6%もらえますよってことで、9月に権利取った人いますか 6%配当もらいますよってことでいやまあね6%配当っていうのはかなり高いですしプラスですねなんとここ400円ぐらいでしたよね確かまあ買いやすいじゃないですかっていうので結構人気あったんですよでまあ9月日産持っとけば6%配当くるやんと思って買ってしまったあなたへ秘宝でございますね9月に権利取った やつっていうのは12月に配当来る予定でしたがなんと日産今回中間配当見送りにしちゃいますよってことでかわいち町なことになっておりますね、まあ、ことの経緯はですね今日の決算ですねざくっと言いますと配当を見送りにしますよ期末配当も未定にしますよ営業利益が300億円しかありませんよ 90%減益になっちゃいましたよ。車売れてません。プラス値下げしますって言ってますね。で、プラス純利益の予想も未定になっております。かなりかなりやばちい状態になっていますね。まあね、いくら今円安にこう触れようがですね、あの150円でしたっけ、ここ見通しが。あ、もうダメかなって思いますね。個人的にはもう。 ちょっともう買えないというか、前から私はちょっとあんま興味ないとは言ってはいたんですけれども、なお、なおさらなおさら買えなくなったよねっていう感じですね。でですね、今、PTS 開けてますね。っていうね、状態の日産でございます。まあね、今日あったんですよ、いっぱいいっぱいいっぱいあったんですよ。自社株買いすごかったよね、大勢だとか、倒れだとか、あともう一個、なんでしたっけあったんですよ。 プラスとかかなんか戻ってきたよね藤倉はもう最近デートレの売買代金ランキングでも結構上の方に上がってきてもう結構チャートも見てくださいあのめっちゃ綺麗なんですよ上がってて今日決算だったんですよねで内容としまして内容といたしましては特損72億出ているんですがですね あれですね。まあ、PTS は上にこういってるんで、日本製鉄も出ております。だとか、古川電機めちゃくちゃ良かったらしいですね。だとか、チャートがジョカジョカにはなってるんですけど、資生堂だとかですね。あんまり良くなかったですね。だとか、味飲むと株式分割しますね。二分割でしたっけ。だとか、玉井商船めっちゃ良かったですね。増配しますよ。で、利益も良かったですよ。でしたっけ。多分良かったです。だとか、東京メトロも増益でしたっけ。 だったような気がします。はい。とか、あったんですよ、いっぱい。NTT は、超異現役で終わったんで、あんまりちょっと、まあ、興味ないんで <laughs>、あれですけれども、まあ、いろいろあったんですよ、今日。ちゃけど、まあ、日産で全て、ブワーって持ってかれたんで、まあ、緊急で、わざわざここに来て取っております。はい。っていう状態でございます。はい、なのでね、あの後輩投株っていうのは、こういったリスクがあるんで、6%で、6であの車、ね、日本で有名な企業、 だとしてもですね、急に減配なんなら今日みたいに無敗、もうこれからもちょっと分かんないっす、ちょっとって言う可能性も全然あるんで、なので、あの後輩と投資する際は、ちゃんとこう中身見てしないといけないなって改めて実感しましたね。ちゃんとここの会社は利益あるとかいなって、ちゃんとこう見て、EPS とかね、営業利益とか、なおかつ、もうその利益から何パーセントを株主に還元しとうとかいなっていうのも見らんといかん。 やけん私は配当成功が高すぎるところもあんま好きくないっていうのはそういうことですね。まあ、なので株主優待投資をしてる人だとか、高配当株投資してますよだとか、そういった方々はですね、ちゃんと会社の中身をね、ちゃんとファンダをこう見て、ちゃんとこう見てですね、あの投資をしてなくちゃいけないですねってことがちゃんと今日ね、あの改めて今日ひしひしと感じたかなって思います。ただ、 一方で、デイトレはいいですよ。はい。デイトレはね、そんなことなんか全然私たちは考えてないんで。デイトレはね、マジでいいですよ。あのよくないんですけどあの、そういうね、ガチャガチャしたこと、会社のこう内情を全く考えずに済むんで、これはね、デイトレードのいいところだなってあの思いましたね。ブツ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 切っていくんで、もうチャートがこうこうこう、むじむじむじになるんであ、これね、デイトレードはね、いいですね。 今日改めてひしひしと思いましたねっていう感じです皆さんは日産の株持っていましたでしょうかあのよかったらうっぷんとかいろいろなんかこうこうこうやってるにーわーとかなんかあったらうっぷんとか全然書いてもらっていいんではいあのぜひ書いてってくださいはいでは今回は以上ですうんう <laughs> ん動画撮ってるの今 <laughs> うん学校終わりうん楽しかったうん良かったね <laughs> 気になるねごめんねあマイクこれ使ってるのマイクマイク使って喋ってるのこうやってう <laughs> んここにいっぱい緑があるから綺麗やないと思って撮ってるのそうバイバイ頑張ってねはいということで緊急で動画回しております